VS 朝青龍。はい、両者前で目の前のもの全てを叩き壊してきたクラッシャーオーフレイム。一方この体でどんな大きな選手をも寄り切り、そして投げ飛ばしてきた横綱朝青龍。手を組んでるだけでいいね。さあ待ち受けにしたいね。この舞台でしか実現できない K-1 チャンピオンと横綱の対決。ドンムレディーゴー。さあどうか、朝青龍が先手を取ったが、アリスターオフレイムそれを食い止めた、食い止めた。そして準決勝進出、 K-1 ワールドチャンピオンアリスターオフレイム。強いわ。初戦に続け一旦相手を受け止めてからでした。いやそうですよね。これぞまさしく今全人類最強に最も近い男と呼ばれているアリスター・オーフレイムがその力を見せつけての朝青龍をなぎ倒しました。このままいきますか。 Yes, straight to the top。本当に負けず嫌いだから悔しかった。